どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。2021年からの新企画、月一宮崎ということで、第1弾、今回は宮崎市のラーメンマンさんにお邪魔しました。おあっつうまい豚骨ラーメン、最後までお楽しみください。一葉有料道路北線料金所から車で10分くらいのところにあります宮崎市村住町ラーメンマンさんにお邪魔してます。朝ら5時半から開店前に待って6時オープンです。さあ、こちらがラーメンマンさんの発見機です。朝ら限定メニューになります。今回は朝らチャーシュー麺をオーダーしました。ちなみに自分好みにアレンジできるようですが、今回はオーダーしませんでした。さあ、お店の中のビートルズのジャケット写真を見ながらラーメンが来るのを待っていると、着丼です。さあ、いただきますということで、すでに濃厚な豚骨のいい香りがしてきます。まずスープからいただきます。いや、このスープ美味しい。濃厚で深みのあるコク、動物系の旨味たっぷり。ベースは豚骨、深みのあるコクと旨味がさざ波のように口の中に押し寄せてくるうまいスープ。こってりもあっさりもしすぎず、口当たりと喉越しがよく、スルスルっと入りやすいうまいスープ。朝5時半からお店の前で待っておいた甲斐があるうまいスープです。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は細麺のストレート自家製麺です。細麺ならではの小麦のいい香りとうまみたっぷり、程よいコシ感に噛めばもっちりするうまい麺は小麦の香りとうまみがたっぷりです。さらに細いながらもスープのうまみだけをしっかり持ち上げて口まで運んでくれます。一通りのうまさを味わった後で、今度はごまを振りかけていきます。ごま好きな入れはたっぷり入れちゃいます。ちなみに卓上にはからし高菜と紅生姜も置いてますので、お好みで入れるのもいいかもしれません。さあ、今度はごまを振ったスープをいただくと、ごまの風味と豚骨の相性が抜群、さらにうまさを増します。さあ、今度はごまを入れた後の麺もごまの風味を引き連れて、豚骨スープの濃厚なコクが口の中に広がってきます。というわけで、再度スープをすすっていき、ラーメンマンさんのスープうまいなということを再確認した後は、こちらのチャーシューをいただきます。いや、このチャーシューめちゃうまい。若干の肉質感の歯ごたえを感じながらも、噛めば砕けとろけれていくタイプ、単体でもいけちゃううまいチャーシューです。そしてどんどん食べ進めていけば、もやしと麺が一緒に絡みつき、麺のうまみともやしの絶妙な湯がき加減のシャキシャキ感がたまんなくうまい。次はチャーシュー、もやし、麺を一緒に箸でキャッチして口の中に放り込めば、チャーシューのトロトロ感と麺のもちもち感、もやしのシャキシャキ感が一緒に口の中で楽しめます。こちらのラーメンマンさんの一杯は食べれば没入感が出てきます。そんな感じでラーメンに入っていたのはラーメンマンだけにゆで卵、
豚骨スープをしっかり浸して口の中に放り込めばとてもうまかったです。ラーメンマンさんではこってり系のスープは羽釜で豚骨を炊き、今回食べたあっさり系のスープは圧力釜で炊くそうです。さらにそれぞれの豚骨部位も変えるが、そこは企業秘密のことでした。そんなラーメンマンさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。さあ本日も会員完食です。食べた後も後を引き、口の中で余韻が残ったまま楽しめます。朝からこんなうまい一杯が食べれる宮崎県民が羨ましく感じました。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。